여러분안녕하세요샘기훈입니다今日はこの有り余ったアルバムを使って私の部屋の壁をちょっと飾り付けていきたいなと思います。で、今回使うアルバムがアンオートのザ・ポエットバージョンとルースバージョンになります。で、お宅の皆さんなんかは結構たくさん CD 積んで余ってる CD、 配りきれなかった CD とかたくさんあると思うんですね。特に K-POP のオタクやってる方なんかはアルバムの形も結構いびつで保管とかも大変なので、配る以外の活用方法も考えた時に、ね、アルバムすごいおしゃれじゃないですか。ポスターみたいにね、壁に飾ったら絶対可愛いなと思って、今回はちょっと挑戦してみようと思います。で、今回はまあ比較的系統が似てるこの2つを使っていきます。それで使うものがですね、このアルバム以外に、私物をまっすぐ切るってことがすっごく苦手なんですよ。なのでダイソーでこんなものを見つけて使おうと思います。これカッターですね。200円か300ぐらい、300円ぐらいで売ってました。それと一応下敷きを使って、とりあえずまずアルバムを壁に貼る前にアルバムを切り取っていきたいと思います。ね、なかなか積まないとアルバムこんな感じにね、使えないので面白いので皆さんやってみてください。実はちょっとだけもうね、他のことに使ってて切り離してる部分とかあるんですけど、まあ今回はどこを使おうかな。まあとりあえず適当に切り離していこうと思います。失敗しちゃった部分もあるんですけども、とりあえず何個か用意できたので、いくつか切っていきたいと思います。全部同じ大きさだと芸がないので、とりあえず何人かのメッセージも貼ろうと思います。どうなるかわからないです。
いろいろと切れたので、次はこれを壁に貼っていきたいと思います。という感じで、まあ一応13人のメンバー1人1枚ずつ貼ってみました。こんな感じで、ちょっとまだ納得できてない部分があるので、ちょっと後で手直ししようかなと。ちょっとずつ、はい、こんな感じで、でちょっと隙間にはね、メンバーのシンクストゥーのメッセージを入れました。こんな感じで、まあ一応参考にしていただけたら嬉しいです。最後まで見ていただきありがとうございました。よければチャンネル登録、いいね、あと皆さんが余ったアルバムこんなことに使ってるよなんてのがあったらコメントで教えていただければ嬉しいです。それではバイバーイ、アンニョーン。